はい、どうもこんちゃ、あ、こんちゃでございますね。こんなのが売ってたんで買ってきました。近所のビッグ A というスーパーで120円で買ってきました。赤いきつね焼きうどん赤いきつねに焼きうどんができたんですね。知らなかったということで、買ってきた赤いきつね焼きうどんをいただくということで、お送りするというそれだけの動画でございますね。それでは早速いただきたいと思いますがですね、1個しか買ってないので、この外のセロファンをですね、慎重に破かないとですね、お湯を戻している間にですね、説明することができなくなるんで慎重に剥がしていくんですが、めんどくせえな、やめよう。まずですね、説明したいといきますね。赤いきつね焼きうどん。もちっと麺にカツオと昆布の旨味だし、だしの旨味が味の決め手。だしの旨味が味の決め手ということで、言ってますね。それでね、名称即席カップ麺、原材料麺、油揚げ麺、ですね。はい。小麦粉、植物油脂とかですね、入ってますね。で、具材に何が入ってるのかは、味付け、油揚げ、卵、かまぼこっていうことですね。それで477キロカロリー。結構カロリー高いね。477キロカロリーありますね。それでですね、結構カロリーあるねってことなんでね。あ、太ってしまいますね、またね。はい、そういうことでございます。じゃあね、早速なんですが、さっさか私もお腹空いてるんで、いただいていきたいと思いますね。はい。あ、ちなみにですね、アレルギーが、小麦、卵、乳成分、サバ、大豆、ゼラチン。サバのアレルギーの人は食べちゃいけないって、あ、だしにサバが入ってるってことですね。多分、だしに、サバのだしが入ってるということだと思いますね。だしがサバなんですね。あ、サバだし。よし。それじゃあいただきましょう。まずシールを破っていくのでありますね。シールを破っていくと、まあ、こんな感じでございますね。こんな感じになって、あ、こんな感じ、こんな感じ。調理方法、必要なお湯の量の目安、380ml って書いてますが、めんどくさいんで測らないですね。で、蓋を開けて3種類の小袋を取り出して、お湯を入れて、で、火薬、お湯を入れる前に火薬を入れて、そしていろいろやっていきたい。で、開けるのはこっちじゃないです。こっちは湯切りなんで、まずこっちから開けますね。これさ、こういう風になって説明書きこう書いてあるじゃん。で、説明書きに開けながらさ、こうやって開けると、こっちのさ、湯切りの方を開けちゃうんだけど、実際開けるのはこっちの方なんですね。はい。こっちの方を開けるということですね。うん。で、こっちまで開けると、袋が3つ入ってるってことですね。はい。袋が3つ入って、火薬、これだけ、あ、量少な。それから粉末ソースと特製油っていうのが入ってますね。はい。それで、まずですね、開けて、でですね、火薬はあるんですが、別にですね、火薬に、油揚げだけは火薬に入ってないで、こっちに入ってるんですね。これ、卵とかまぼこは火薬っていう袋に入ってるんです。袋に入ってるんですけど、油揚げは麺と一緒に直接入ってる。これはなぜみたいな。まあいいや。それですね、まあ、まあ細かいことはいいんで、火薬少な。で、中の麺なんですが、こんな感じですね。こんな感じであってて、うん。いわゆる、この、あれは、この麺は多分ですね、あれと一緒だと思います。普通の、赤いきつね。普通の赤いきつねと同じ麺が入っているということですね。で、火薬を入れて、ここにお湯を入れて、そして、何分間だ？何分やるのか、あ、5分、5分だ。5分もやるんだ。結構大変ですね。じゃあちょっとですね、まずお湯を入れていきたいと思いますね。カエルちゃん、一時期このカエルちゃんオートドアってここで押してたんですけど、発展しましてですね、カエルちゃんリモコンですね。ここでカエルちゃんをこうやって押すとですね、ハッピーって押すとですね、自動的にドアが開くという、こういう仕組みになってますね。はい。で、ここにリモコンはなくさないようにここに置いておく。カエルちゃんリモコンですね。じゃあ行きたいと思いますね。はい。よし。よし。よし、お湯を入れてきましたね。お湯を入れてきたんで。でですね、このカエルちゃんリモコンで、あれ？カエルちゃんリモコンで、このカエルちゃんリモコンですね、こうやって。こうで閉まるということでございまして。あ、カエルちゃんリモコンで。よし、よし、よし。それでこれはここにリモコンなくさないようにここに置いて戻しとる。じゃあね、うどんをいただきたいんですが、コツとしてはですね、こういう、あ、これお箸、新品。あ、それでですね、これはついてないです。これはついてない。で、こういうの早く食べたいときにはですね、5分も待てないぞということはですね、あっちゃ、あっちゃ。
麺をですね、こうツンツンします。麺をツンツンしていくとですね、余計中にあのお湯の浸透がですね早くなってですね、ですね、このなんていうかな、で中で強引にこう回転させる、麺を回転、こうやって麺をこうやってぐるーっとこう回転させるんですね、強引に。そうやってやっていくとですね、早く戻ります。早く戻るんですね。で割合ですね、こういう私の経験則上ですね、こういう焼きそば系のカップ麺っていうのは規定の時間よりですね早く揚げた方が大抵美味しいんです。なぜかっていうとですね、この中のこの液体のですね、お湯、まあ、きちっと湯切りをするんですけれども、湯切りをするんだけどもですね、湯切りがですね、きちっとしきれないときに、余ったお湯をですね、全部この麺の方が吸ってくれるんで、なんか、なんていうかね、こう、水分がない、べちゃっとした麺になりづらいんですよ。だからちょっと早めに揚げて、まあ、気持ち蒸らすぐらいの気持ちですね。そうするとですね、早く上がります。だからこうやってですね、一生懸命まずこう、中の麺をこう、回転させるんです。回転させてですね、こうやると早く戻ります。こうやって回転させるのがコツなんです。で、こうやって回転させてじっくりやって、そしてこうやって一回蓋を閉めて、ちょこっとだけ待ちます。うん。1分ぐらい待ってもいいかな。うん。その間暇なんで何やろうか。豚くんとかですね。あとここにいるんですね。鶏くんですね。さらに言うとですね、新しいパターンですね。このカエルちゃん、この首輪のカエルちゃん、一応これなんですよ。首輪のカエルちゃんをですね、この豚くんにですね、こうやってですね、カエルちゃん付き豚くん、カエルちゃん付き豚くん。うん、あと、これ、鶏くんじゃ、豚くんじゃなくて、鶏くんだ。もうどうでもいいや、これな。そんな感じでございますね。それで、まあ、カエルちゃんですね。で、こうやってカエルちゃんがですね、上で、へへへ、あっちあっちとか踊ってるとですね、早くできるような気もするけどですね、あんま関係ないですね。はい、そんな感じですね。それでですね、これはシャープペンシルですね。今ちょっと、ご飯食べる前にちょっと電話でですね、やり取りしてメモ書きをした中に。で、こんな感じですね。で、そろそろいいと思うんですよ。それでですね、このお椀が用意してるのは、このお湯を無駄にしないために、私はですね、エコな男でございますので、お湯を無駄にしないために、これ、スープを作りますね、私。で、これが、松茸のお吸い物。これはこれについてないです。私、別で買ってきました。業務のスーパーでですね、買ってきたものでございます。で、この松茸のお吸い物をですね、まあ、ここに、へこへこっと入れますね。で、お湯の量が結構多いので、2つ入れますね。2つ入れます。それで、この中に湯切りをして、そして、松茸のお吸い物をいただいて、いただきながら、焼きうどんをいただくというのが、まあ、今日、私の定番のスタイルでございますね。はい。それで、これはゴミなんで、捨てる。後で捨てますね。では、ちょっともういいかな、もういいかな。こうやって中見てみてですね、こうやって試しに。あ、もういいですね、もういいですね。できてますね。うん。じゃあ、これをまずですね、湯切りをします。で、湯切りをするときはですね、やっぱりお湯をこぼさないために、こうやって箸を添えて、で、あと、この下をですね、この縁につけます。こうやって開けないで、こうやって、で、こうやってじーっとこうやるね。これをですね、こう軽く揺すります。この時にですね、気をつけなきゃいけないのは、ここをきちっと押さえることが重要です。ここを押さえないでですね、こうやって揺すって湯切りをするとですね、突然これが浮いて中身がここに落ちるという事故がたまに発生しますので、ここはきちっと押さえてこうやってやる。ここを押さえる、ね、これが開かないように、これが開いて下に具材が落ちるという事故を防ぐためにこういうふうにやるわけですね。はい。これこういう風にやりますね。で、これやって、まあ大体こんなもんでいいでしょう。ただちょっと、こう、松茸のお吸い物でも味わいながら。でもこの松茸のお吸い物って本当に松茸の香りがするのがすごいよね。うん。これ考えたやつ天才だよね。それでこういう風にやって、まあちょっと蒸らしてもいいんですよ。ちょっと蒸らして、で、中のものをこう軽くかき混ぜて、もう一回かき混ぜてですね、軽くですね、こう蒸らすんですね。で、こうやって置いとくんですね。なあ、うん、10秒ぐらい置いとくのかな。10秒ぐらい置いとくような感じですかね。この10秒で味が変わる。そんな感じですね。はい。それで、まあ、もうちょっと待ちましょう。で、これから。よし。
あ、これいいでしょう。じゃあこれを開けますね。これ全部開けますね。出来高、出来高、なんせ具材が少ない。具材が少ないんで、もうほとんど麺だけみたいな感じですね。麺そのものを味わってくださいみたいなですね。ある意味安上がりなやつだ。マルちゃん。で、この上に粉末スープをかけますね。で、粉末スープをかけるときもですね、ダマにならないように注意してかけるのがコツですね。だこうやってですね、パラパラパラってこう、軽く、焦ってドバッと入れないで、軽く半分ぐらい入れたら、一回ですね、あ、すげえ、こうやって軽くかき混ぜるといいですね。軽くかき、すげえね、この出汁の香りが強いですね。あ、これは期待できるね。出汁の香りがなかなか強い。で、この上のこのマサラチャヘヘヘとこう広くかけていって、まあ、これ全部かけます。ペン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 って。最後に結局塊になっちゃったね。で、塊になっちゃった時はですね、焦らないで、この粉自体をお箸でこう広げていくような感じですね。で、こうやってよーく混ぜますね。うん。よーく混ぜて、ムラにならないようにね。まあ、こうやってですね、持ち上げた時に白いとこと茶色いとこがあるってことは、これは色ムラがあるってことなんで、あまりよろしくないってことなんで、まあ、できるだけ混ぜるんですけど、これは限界がありますね。限界があるので、どっかで悟って食うということになりますね。で、こうやって、まあ、できるだけ、まだムラがあるけどいいでしょう、こんなもんでね。あまり、こだわりを持ってやりすぎるとね、何事も程度が大事でございます。で、こんな感じにやるわけですね。ただ、あ、粉がまだ余ってるな。なんかもったい、あ、粉がちょっと落ちちゃってもったいないな。どんな粉なんだ、この、だしの粉。あ、すんげえ香り強い。すんげえね。あ、これはなかなか、で、特製油っていうのがあるんで、これをかけるんですが、その前にこのままでちょっといただいてみましょう。やっぱりすごいだしが強い。すんごい出汁が強いな、これ。美味しいな、これ。うん。ああ。で、特製油をこの上にこうかけるわけですね。で、この上に、ひーっと。あ、透明な油ですね。どんな油なんだろう。あ、単なる油だ。うん。その辺が普通のサラダ油ですね。うん。なんか香りがついてるわけじゃないし、何が特製なのかよくわかんないですが、まあ普通のサラダ油みたいな感じがしましたね。うん。何が特製なんだろう。で、こうやって油を入れるってことによって、まあ、なんか炒めたうどんみたいな感を出すってことだと思うんですね。じゃあいただきましょうか。うん。特製油入れない方が美味しいかもしれないね、これね。特製油入れない方が美味しいかもしれない。うん。まあ、この出汁はすごいよな、これ。うん。うん、出汁がすごいな。うん。うん。でも、最初のインパクト、その出汁の匂いのインパクト強いんだけど、うん。食ってるとあんまうまくないかもしれない。あんま美味しくないかもしれない。うん。うん、まあ、あんま美味しくないな。なんか出汁の香りの強さとかそういったもんはまああるんだけど、なんか美味しくないな。なんで美味しくないんだろう。やっぱり、麺がべちゃっとしてる。麺がべちゃっとしてる。うん。麺がべちゃっとしてるのに、そこに無理やりを、油を入れちゃったんで、さらにべちゃっとしちゃうって。べちゃっとが割り増しみたいな感じで。うん。食感があんま良くないね。だから、魚の香りはものすごく強いんだけど、なんかべちゃっとしてるみたいな感じで。よし。よし。よし。というわけでね、まあ、食えないことはないけど、
まあそんな美味しいもんでもないね。うん。まあ、あ、これゴミはこうやって捨ててます。うん。なんでまあ、なんかともかくべちゃっとした感じがあるんで、それをまあなんかうまくね、うん、解決していかないといけないですね。うん。焼きそば、インスタント焼きそばでべちゃっとしたのはあんま気にならないんだけど、なんかこれだと気になるんだよな。やっぱりむしろあの、うん、やっぱりあの、うん、だしの香りの強さで期待感が増したところでべちゃみたいな感じだから、まあ、そのぶり返しがあったのかもしれないけどね。うん。まあどうだろう、もうちょっとね、うん、うん、まあ、今後の展開に期待ということで、まるちゃん、赤いきつね焼きうどん、焼きうどんということで、いただいてみたということでございます。まあ美味しいっちゃ美味しいけどね、うん、まあ、うん、まあもうちょっとね、まあ赤いきつねってことでね、まるちゃんもハードル上げちゃったところはあるかもしれないから、まあまあ普通に考えて値段も120円だし、まあそれでこの味なら、この味とこのあれなら9大店かな、要するに普通の焼きうどんのカップ焼きそばということで、まあ9大店ということでよろしいんじゃないですかね。赤いきつねってことで期待感を抱いちゃうからね、ちょっと辛口の祭典になっちゃったかなみたいな気がします。120円なんで9大店だということですね、値段を考えれば。まあそれが私の、まあ、意見ということですね。あの、これが200円だったら殺す。以上です。ごちそうさまでした。120円だから。